初はね、まあ、最初はねちょっとすごい緊張してたんですけど、半日ぐらい経ったらだんだん慣れてきて、まあ一回ちょっと次の日か、お預かりした次の日にジアゼパムっていうちょっとリラックスさせる薬を飲ませて、それからはでも最初しんかったんで、なかなかうんちおしっこで2日目の夜にうんちいっぱいとおしっこ、ちょっと硬かったうんちが、でご飯もあの27のお昼、朝ごはんから食べれるようになってきて、でね、映像を見せていただきました。見ました。で、ね、なんかだんだん慣れてきて、顔つきが変わってきたな。顔つきが変わってきましたね。で、毛がちょっと多い、抜け毛が。家でやってるのが、スリッカーは嫌がるんで使ってないんですよ。あの、ね、おすすめのブラシをね、ちょっと紹介したい。これ、人間のやつなんだけど、あのウェットブラシ、あの人間の女性の人が使う、の音。普通も大きいんですけど、あの携帯用のやつ、これ1000円ぐらいでさ、薬局かアマゾンで売ってますから、これをちょっとできれば、これだとね、気持ち、こうやってやってみてください、気持ちがいい、あ、当たりが柔らかい、そういうことです、ね、でもそんなたくさん取れませんよ。でこれで鳴らしといて、それから濃いめの細かいやつ、ね、でかなり取りました今回、みんなが取ってくれたんで、すごいすごい、やっぱり抜けてる。で、あんな手があったらさ、自分で舐めて食べちゃうから、毛球症になって吐いたりとかする可能性が高いんで、と思います。それとあと肛門腺がすっごい溜まってましたね、最初自分で出したけどね。そう、一番最初の時にさ、あのスプレー出してるでしょ、まだあります、お家に。コンディショナーないです。ないです。出していいです。はい。あれをスプレーしてさ、そんでブラッシングしたってください。はい。あの 100cc で出してきますからね。はい、うん、ちっちゃい。で、あと来た日にあの、はい、お預かりってこれだけです。はい。このレボリューションプラスって抗寄生虫薬ね。はい、あの、ノミとかマダニとか、ギゼンダニとか。海中、甲虫、あと猫も左輪にかかるんで、左輪予防できる薬をつけました。だけどこれはずっとは効いてません。1ヶ月効いてるの。つけてもらえるのだったら、また1ヶ月に1回つけていただけるといいかなと思います。ワクチンはさ、去年の12月に打ってるんですよね、この子。はい、打っても3週を、はい、3週打ちました、はい。じゃあそれでいいですね。で、書いた後、一般状態よく見といてくださいね。はい、食欲とか元気とか。で、うんちがだから28日の朝して、今日の朝もしました。で、ちょっと硬い。まあちょっと最初のさ、2日が全然してないからね、そんでかもしれないんだけど、うんちちょっと硬さも見てください。はい、あの転がるようなうんちは硬すぎます。あ、だいたいでもいつもそうです。結構お水は飲むんですけど、硬めです。だから便に毛が混じってる。そういう可能性が高い。なそういうのを毛球症って言うんだけど。で、そうそう。でもやったってもらえません？多分この子、この手のネットのってすごい好きみたいだから、歯磨きも好きでしょ。あ、好きです。させはしないんですけど、あの歯ブラシにつけて、でペロペロ舐めて、その後奥の方に突っ込んでガキガキガキって かませるんですけど。そうそうそう、それはそのままやってください。はい、それプラスね、これ食べた毛を便に流しやすくする薬なんですけど、はい、ちょっと乱丸出して。何ちゃん、はい、何ちゃんちょっと上からいい？こうやってね、注射器にね、これ 3cc の注射器なんですけど、お尻からこう詰めちゃう。何ちゃん、綺麗になったな。結構でも抜けますね、まだ。はい、何ちゃん。見とこか。ちょっと待って、これなんかぶち抜けるだけ見とこか。何ちゃん。こっち向いて。おいしい。この味嫌いじゃないんでね、この手の好きだもんね、この。あ、そうですね。これをね、1日1回か2回ね、舐めさせたってください。はい、これ、おいしいね、多分こんなにしなくてもご飯に入れとくだけでも食べるんじゃない？この雰囲気だったら。舐めてる。口の中入れても食べてるもんね、これ。おいしい。ラキサトーンって言って、あのワセリンとパラフィンが入ったちょっと猫ちゃんに味口当たりのいいものになってるんですよ、はい、うん、まあ今私 3cc あげたんだけど、6センチぐらい、美味しかった、
6センチ、体重が何キロだったっけ、5センチぐらい、はい、5センチか、もしくは注射器でやるんだったら 2.5cc ぐらい、ちょっとラキサトンくれる？可愛いね。この子エキゾチックショートヘアですよね。そうです。鼻が高いんですけどね、エキゾチックなんですよね。じゃあいいよ。はい、バイバイ。頑張ったね。これ今のやつね。これをだから。はい、5センチを1日2回、はい、もしくは注射器も一応出しておきますけど、はい、2.5cc を1日2回、1日2回ですね、はい、だから食べた気をこう便に出しやすくする薬なんですけど、はい、これとじゃ あの保湿剤コンディショナーを出しておきますんで、はい、それはスプレーしてブラッシングで使ってください。注射器も今私が使ってた注射器も一応2本出しておきますからね、はい、使ってください。かわいいよねこの子ね。そうですか、ありがとう。性格もいいと思います。穏やかな、すごい穏やかですよね。猫ちゃんさ、いや最初に怖がってたじゃないですか、すごい、久しぶりだから、怖がっちゃう猫ちゃんってね、もう大暴れする子結構いるんですよ。あ、特によあのエキゾチックに限らず、短毛種の子、短毛種で、短毛じゃない、長毛種で、あの、いわゆる幼猫っていう子たち、じゃあ受付の方でね、はい、保湿剤とじゃあこのラキサトーンと注射器を出しておきますんで、はい、ちょっとやってあげてください。それから帰った後しばらくはちょっと健康チェック表で食欲元気便利を、はい、体重、はい、チェックしてください。でおかしかったら言ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。